はい、こんにちは、石原スポーツです。今日はですね、こちらですね、じゃーん、はい、黒いグローブなんですが、ちょっと白くなってます。よくお客様から聞かれるのが、僕のグローブ黒いんですけど白くなっちゃって、どんなお手入れをしたらいいですかっていうふうなご質問ですね。今日はこのグローブを使ってちょっとお手入れの仕方を動画アップしてみたいと思います。はい、今はですね、この辺りですね、特にそうですが、白く汚れたり剥げたりした状態ですね。はい、今日お手入れに使うのはレザーローションですね。はい、それからレザーローションを塗るためのスポンジを使います。今日は普通の何でもいいですね。はい、それから仕上げの古いタオル、それからブラシがあるとなおいいですね。はい、それではまず、軽く汚れをブラシで落としていきますね。電話がかかってきちゃいましたね。はい、ホコリを落としました。はい、それではローションの作業に入ります。ある程度塗ったら汚れを拭き取ります。こんな感じですね、いつも通りです。汚れのきついところは歯ブラシを使ってあげます。はい、ローションの作業が一通り終わりました。だいぶこれでも違いますよね。はい、じゃあ仕上げでブラシ磨き上げていきますね。一般的な豚毛ブラシを今日は使います。はい、綺麗に磨き上がりました。どうですか、ツヤツヤになりましたね。黒は汚れやすいですけれども、磨くとこれ磨きがいがありますね。黒に深みが出てきますよね。はい、先ほどの最初の状態と比べてください。どうですか、この辺。はい、今日は黒いグローブを磨き上げるという動画でした。はい、綺麗になりましたね。磨けばピカピカです。